ですよ。お手になっちゃうよ、これ。店でも一回じゃ取れないよっていうぐらい硬い。いや、俺ダメすぎです。モンズ生態ミツオブでございます。ここからはね、このモデルさん、そんなに反応がなくなってしまいましたので、私の音声ガイダンスで見ていただければいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、モンズ生態に核を決めて来られる方っていうのはね、めちゃくちゃ硬い人がほとんどです。で、今押さえててもね、これ強くグイ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 押さえてるでしょ。この辺のね、硬い人がね、やっぱり来る人が多いんですよ。で、ちょうどね、今押さえてるところっていうのが胃の裏のあたりの場所ですね。胃のあたりの胃の六つ球って言って6つの球ですね。ちょっと今場所がありました、肩甲骨ですね。ここがね、硬い人ほとんどです。もう今だったらね、行き帰りのスマホとかね、使ったりとかパソコンとか使ったりとかするので硬くなるのと、ここは気温の寒暖差とか、時間に追われてたりとか、仕事されてる方はどうしてもやっぱりここの場所が硬くなるんですよね。だからね、ここをね、グイ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 とめちゃくちゃ強く押さえています。これね、見てても分かるように体重を抑えてね、体重でグイ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 押さえていってます。ここまで来るとね、私がちょっと値上げかけたぐらいの硬さでしたから、本当に硬いです。だから他の店行かれても、なかなか、なんていうの、普通のマッサージとかじゃ全然効かないんだろうなっていうのが、私の思いです。だってこの人やった時、本当に指痛かったもん。っていうかね、最近来る人、モンズ生態の動画見てから来るからか、めちゃくちゃ硬い人しか来ません。で、反応があったりとかしたら、もういいんだけれども、反応なくて逆に気持ちいいやとかいう人もいたりとかしますよね。まあまあ、それは置いといたとして、ここのね、背中が硬くなる人はどういう風にね、お手入れをすればいいかって言ったら、自分だったら、テニスボールとかゴルフボールとかを置いてもらって、その上にゴロゴロ転がっていただく、それがね、やっぱりね、一番簡単に、背中を抑えれる方法ですね。あとはね、この背中のストレッチをするときと、するときに、テニスボールとかも使うんですけれども、それ以外にもやっぱりね、体を温めてあげること。私の動画を見ていただいている方だったらね、もう皆さんはよくね、もう先生それ口酸っぱく言われたわっていうぐらい聞いてると思うんですけれども、湯船に浸かることですよね。湯船に浸かって体を温めてあげる時間を毎日10分でもね、15分でもね、いいので、だいたい38度から40度ぐらいの湯船に浸かって体を温めてあげることっていうのをできる限りするようにしてください。自分の体ですからね、そこをね、しっかり緩めてあげないとね、なかなかね、誰もやってくれませんから、できるだけね、ちょっと面倒くさいけれども、お風呂に湯船に浸かるようにしてあげてみてください。もし、私もね、休みの日には毎日お風呂入ってるんですけども、休みの日にはね、スーパー銭湯とか温泉とか行ったりとかして、体をね、定期的にね、温めてあげたりとかするようにね、してあげないとね、40代超えてくるとね、なかなか疲れが取れてこないですから、皆さん絶対やった方がいいですよ。ぜひね、それをね、ルーティーンにしてもらって、やってみてください。で、できないっていう方もね、やっぱりね、できないから先生やってっていう方が、まあ、モンズ生態に来るんですけれどもね、まあ、それがね、そんなもんです、人間なんて。でね、今ね、ここ押さえてるんですけどもね、やっぱ痛そうなんですけども、そこまで痛がられてないんでね、こういう風にね、ちょっと私の解説動画で見ていただいてるんですけども、ここね、こうやってね、ずっとマッサージされてるのを見るのがね、ちょっと楽しいっていう風な方もね、おられますからね。あ、ここ今ね、ここのね、今肩甲骨の上とか脇の部分ですよね、でここ三角筋、この三角筋を押さえてあげるとね、超効くんです。で、ここはね、50型とかにも効いたりとかしますし、なんていうのかな、腕の疲れにね、来るとね、どうしてもね、三角筋って硬くなる場所で、またね、これ左側のね、肩甲骨の方に向かっていって押さえていってるんですけども、こちらもね、ガチガチにね、硬くなりやすい場所ですね。左側の肩甲骨っていったら何が原因かっていったら、まあ、対人関係のストレスとかがあったりとかすると、左側に結構硬く出たりとかする人が多い
です。私の今までのね、施術の経験上の話ですね。だからここのね、左の肩甲骨が硬いとか、なんか気になることが、あ、そうだ、あの人がみたいな感じが思われる方とかは、ここの左の肩甲骨が硬くなることが多いですから、ちょっとね、思い当たりがあればその人をちょっと思い出してみたらいいんじゃないかなと思います。あまりにもね、ちょっとね、硬すぎるんでね、扇風機つけた今ね、めちゃめちゃ硬かったです。で、硬いからね、痛そうでしょ、足もね。本当にね、ここの硬くなる人ってね、どうしても硬くなるんですよ。私もやっぱりね、仕事柄上ね、右手を使うので、背中のここの部分が硬くなりやすいです。で、やっぱりね、自分でもね、毎日のようにストレッチポールとかで伸ばしてるんですけれども、どうしてもね、毎月1回ぐらいね、マサト先生にね、抑えてもらうようにしてたりとかしますね。いや、30代までだったらね、そこまでね、全然大丈夫だったんですけれども、40超えてくるとね、やっぱり体が言うこと聞かないんですよね。で、これ聞いてる方って40代以上で、50代以上の方がやっぱ見られてると思うんで、やっぱそういう方々ってね、やっぱり定期的にね、体のメンテナンスしてあげた方がいいですよっていうのが僕の本音です。儲けるとかじゃなくて、じゃないとね、3ヶ月以上空かれた体の人ってね、やっぱガチガチすぎてね、しんどいですもん、触るので。まあね、仕方がないんですけど、ただね、これがね、60過ぎて定年退職されたりとか、なんで仕事が少しマシになったりとかするとね、一気にね、そのね、背中の疲れとかがね、取れちゃうんですよね。不思議です。ですから、当店にね、来られてる方はね、現役世代バリバリの人がほとんどですけども、で、何、定年退職された方だったらね、やっぱりね、背中とかね、緩むのがね、早いんですよね。ですからね、やっぱ仕事ってね、やっぱり背中の硬くなったりとかするんですけども、やってた方がいいと私は思います。やってた方が張り合いがありますし、急にね、やらなくなったりとかすると、ね、本当にね、なんていうと、プレッシャーがなくなるから、体の張りが減ってきたりとかしますね。今ね、当店でもね、78歳かな、で、現役の人たちが来られてるんですけども、やっぱりね、そうやってね、現役でされてると、背中の張りとかも凝りとかもありますけれども、頭がすっきりされてますから、ボケたりとかしてない。だから、私が思うには、ね、体触ってる身としてはね、現役で仕事を、まあ、週に 2,3 回やられながら、ちょっとこうやって体のメンテナンスしながら、ちょっとやっていかれるのが一番楽しい人生なんじゃないかな、なんて思ったり してるのがモンズ整体ですね。で、あとね、結構ね、この背中の疲れとかやっぱり取ろうと思うと、足の疲れから上がってくることが多いので、足の疲れをね、しっかり取るためにはね、先生何したらいいんですかってよく聞かれるんですよね。普通仕事されてる方だったら、まあ、それだけでいいんですけども、それ以外にもっと運動したいっていう方はね、毎日30分から1時間程度の散歩をね、するように心がけてください。で、その散歩をしようと思ってもね、なかなか皆さんね、できないっていう方も、でもできたら30分ぐらいはね、歩くようにしてください。で、お仕事されてて、家から駅まで片道10分あるんだとか、そういう方だったらね、もうそれだけでも結構十分だったりとかします。で、さらにそこに運動が好きな方は、そこにプラスアルファされて、ジムとかね、行かれるようにされるのが、体が健康になる秘訣ですね。まあ、だからね、僕がよく言うのは、もう本当に湯船に浸かってあげて、で、散歩してあげてください。で、これでも取れない人っていうのは、やっぱりこう悶絶整体とかね、この場所に来ていただいて緩めるしかありません。私が思うのはそんな感じでございます。ですからね、自分でされてる中でね、散歩と湯船に浸かることができてて、まだそれでもしんどいっていう場合は、当店に来てくださいね。あ、ちょうどね、背中辺が終わったのでね、この感じにしていこうかな。この方もね、肩とかもそこまで痛がられてなかったので、こんな感じでね、肩こりのやつも見せていこうかなと思います。ついでに、この動画はね、またね、次回にしようかな。じゃあまたね、今回悶絶整体見てくれてありがとう。じゃあね、またね、バイバイ。